全部は収まりました。体制完了スタートしました。揃いました。綺麗なスタート。その中でもカルネアサーダ。 いいダッシュを見せましたロケットスタート2番手の位置ですがすっと今ビッグシーザー上がりました3番手、内6番のゾン・火がヒが追うですそして4番手の位置ですが名将、ソラフねが追走してこれを外からメディーバルかわしていきましたその後方集団ですが栗の魔ンがいてさらに内内ウ2番の佐藤ラムセスが追走ロードベイリーフがいてこれを外からすっとかわしていくエクセトラです連れて上がっていったスコール・ユニバンスです間にいるのが10番のレッドベル・オーブその後方から15番の湘南伯楽が追走してさらにその後方からゼッケン5番をつけました川北レブリーそのうち1番の代名富士がつけて その勤めには12番の鳳凰のサイド後方から2投目ゼッケン4番キャプテンドレイコあとはボンボヤージ一番後ろから運んでいますさあ各馬が34コーナー中間地点これから4コーナーですさあカルネアサーダカルネアサーダ第4コーナーカーブ残り400を通過さあ直線コースへ向かって粘り込みを図ります先頭はカルネアサーダまだ庭ワシンとリードがありますが徐々に接近してくるさあビッグシーザービッグシーザーが徐々に接近外からは11番のメーション空船3番手から2番手そして間をつきましては6番のゾンニヒも前に接近してくるが今度は 抜けた7番のビッグシーザービッグシーザー先頭だ2番手11番名勝空船ビッグシーザービッグシーザー5輪、2着11番名勝空船混戦の3番手争いから最後ゾンに引き、単独3番手を確保しております